皆さん、こんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、インスタグラムというものについてお話をしていきたいと思うんですが、まあ、ちょっとインスタグラムといっても普通のインスタグラムではないんですけど、まずですね、ちょっと気になる記事があったので、こちらからご覧いただきたいと思います。はい、IT メディアモバイルというですね、ニュースサイトの記事を見ていただきたいんですが、ここに出てるのはですね、今時の10代カップルがスマホで写真を撮らない理由っていうのが出てて、10代のカップルの常識が変わりつつあるというニュース記事が出ていました。ここで出てることっていうのは、例えばですね、カップルの人たちが写真を撮るときに、今もうスマートフォンがあるから簡単に撮れるじゃんっていう、自撮りできるじゃんっていう話なんですよね。だけど、このスマホが登場する前には、プリクラっていうものがあって、プリクラでカップで写真撮るっていうことも流行りました。これは今でもプリクラで写真を撮り続けているんですが、さらにびっくりしたのは、このようなプリクラだったりとか、もしくは、スマホの登場によって、写真館などでカメラマンに写真を撮ってもらうことは減ってるんじゃないかっていうふうに思っていたんですが、どうやらそのカップルの写真を撮ってもらうっていう、カメラマンに撮ってもらうっていうニーズもやっぱりあるそうなんですよね。で、この撮る目的っていうのが違うんだっていうことについて、ここに書かれているんですけど、それを見てですね、僕はちょっと調べてみたかったことがあったので、今日はですね、インスタグラムという切り口でお話をしたいと思うんですが、これがこちらになります。はい、インスタグラムのですね、ハッシュタグっていうもので実際に投稿を見ることができるんですけど、じゃあ実際に Google のですね、キーワード検索数っていうものと、ちょっとね、照らし合わせしてみると面白いんですね。例えば、カップルの写真っていうのは、カップルフォト、カップル写真、カップル画像などのような言葉っていうのがと、あるわけなんですけど、この3つでですね、比較してみると、まず検索数の推移で見ると、カップル画像ですね。カップル画像が一番下の、オレンジのものなので、このオレンジのものが一番ですね、検索数が、まあ、伸びている。まあ、ちょっと一回伸びてちょっと減ってる感じですけど、こうなってると。で、2番目にカップル写真っていうのが、まあ、じわ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 伸びて、カップルフォトに、カップル画像ですね。カップル画像に近づきつつあって、そして青のですね、カップルフォトは検索数が全然だ、みたいな風になってますよね。で、実際にこの Google トレンドで見た分のが一番左側なんですけど、真ん中にあるの。今度は、実際 Google キーワードプランナーで調べてみると、カップル画像というものの検索数が1万2000回ぐらいあってですね、カップル写真が8000回ぐらいで、カップルフォトに至っては480かなぐらいの検索数が非常に少ないものになっていると。だからその Google の方で検索するのに関してはカップル画像というものが圧倒的に多いというデータが出てるんですが、興味深かったのは実際に Instagram での投稿数を見ると一番右なんですね。Instagram でカップルフォトというハッシュタグをつけて投稿している数はなんと14,689 件あるんですよ。今日時点ですね。つまり、カップル写真が3,800、カップル画像がなんと20しかないんですよ。つまり、Google で検索しているのではカップル画像がダントツに多いのに、Instagram に投稿しているものは、検索数が最も少なかったカップルフォトがダントツに多いということなんですね。この事実から皆さんは何を学ぶかっていう、何を考えればいいかっていうことなんですね。まあ、下にヒントを書きましたが、いわゆる需要と供給って言葉ありますけど、実際にカップルフォトっていう写真が投稿されている数、これ供給なんですね。カップルフォトという供給は1万4000件あるのに対して、検索しているニーズっていうのは480ぐらいしかないわけですよ。逆にカップル画像っていうものは検索数が非常に多いにもかかわらず、つまりニーズが非常に多いにもかかわらず、実際に投稿されている数は少ないですね。そして、そのキーワードが何が伸びてるかっていうと、
今、カップル写真っていうのも伸びてるんですね。だから、この、もしかしたらこれがですね、もうちょっと増えていくと、カップルフォト、画像よりも、カップル写真の方の検索数が来年ぐらいには上回っていたとしたら、検索数が一番多いカップル写真にもかかわらず、インスタグラムで投稿されている数は、違うものになっているということも、まだこれもあるわけです。ただ、問題なのは、このインスタグラムでのその投稿数が多いからといって、じゃあ、それを探している人、見ている人が多いかっていうのはまだ別問題なんですよね。つまり、投稿するのは投稿する人の自由なので、まあカップルフォトって言って投稿すればいいわけなんですよ。ただ、それを見たい人が多いかどうかっていうのは、実は Google の検索数とは違うと思ってるんですね。というのは、結局カップルフォトっていう写真を投稿して、ハッシュタグでシャープカップルフォトがついているものが、14000回あれば、当然その、写真に対してのカップルフォトのリンクを、タップする人も、当然少ないよりは多い方がタップしますよね。これが、僕が言っているウォンツなんですよ。潜在的に持っている欲求っていうのは、結局そのカップルフォトの写真を見たときに、あ、これいいねと思ってカップルフォトもっと見たいなという欲求が初めてそこで生まれたときに、まあ当然カップルフォトで検索してその写真にたどり着いているとも限らないわけですね。友達の写真を見ていたら、カップルの写真が出てきて、わあ素敵だねと思ったら、ハッシュタグにカップルフォトっていうのがついていて、じゃあカップルフォトを見たいなっていうふうに思ったからタップするんですね。そもそも、インスタグラムでカップルフォトで検索しているとか、Google でカップルフォトで検索している人ではなくて、何かのきっかけでカップルフォトの写真を見た人が、もっと見たいと思っている人がどのぐらいいるかっていうデータはないんですよ。つまり、ウォンツがどのぐらいあるかっていうデータはないんですが、インスタグラムの場合は、このウォンツっていうものをどうやって、自分の中で考えてですね、可能性を考えて、ハッシュタグをつけて投稿するかってことが大事なんですね。で、これが、カップルフォトであるならば、カップルフォトっていう投稿数に多いので、それに対して写真を上げていくっていうのもありです。で、もう一個ですね、ちょっと面白いデータを紹介したいと思うんですけど、はい、こちら見ていただきたいのは、今ですね、そのカップルで写真を撮るときに、昔の言葉で言えば、ペアルックっていう言葉があって、カップルで同じような服装をして写真を撮るっていうものがあるんですね。で、一方でカップルじゃなくて、例えば女の子二人とかが写真を撮るときに、双子コーデっていうね、ものがあって、あるね、ミックスチャンネルっていうところでも、話題の、女の子たちに、が非常に人気で、双子みたいに二人が似通った格好をして、踊ったりするっていうものが流行ってるんですけど、その時には双子コーデっていう言葉を使うんですね。で、最近では、ペアルックっていう言葉はちょっとダサいっていうですね、イメージがあって、おそろコーデっていう言い方をしたりするんですね。このような、意味は同じなんですけど、同じような格好を二人がしているっていう言い方として、まあ男女だった場合と、同性だった場合ということで、ちょっと言い方が違うんですが、まあ、ペアルックは、検索数は、現在一番多いんですけど、それよりも、おそろコーデとか双子コーデっていう言葉がちょっと注目なんですよ。で、真ん中のですね、キーワード検索数の推移を見たときに、ペアルックとか双子コーデっていう検索数が多くて、おそろコーデが少ないっていう結果になってるんですね。しかもですね、Google での検索したときの、スマホ検索率がこれ 93% か 94% になってるんですね。つまり、ペアルックっていう言葉を、Google で検索している人の 94% はスマホから検索してるんですね。僕が言っているスマホ率が高いキーワードっていうものを、今調べてるんですけど、8割を超えるものの中で検索数が4万回以上あって、しかも固有名詞ではなくて 94% のワードっていうのはかなり上位です。こういうワードをまた一つ見つけたことになるんですが、ペアルックっていう言葉、おそろコーデ、双子コーデっていう言葉だったりするんですね。では、これのインスタグラムでの投稿数を見ると、
一番多いのは、ペアルックではなくて、双子コーデっていう言葉なんですよ。で、双子コーデっていうものに関して言うとですね、実際に双子の人がこの世の中にそんなに多くはいないですよね。つまりこの双子コーデっていう言葉を使ってる人は、本当の双子ではなくて、双子みたいに見える、同性のペアですね、女の子同士の写真を双子コーデと言って、ハッシュタグをつけて投稿している人が多いっていうことなんですね。で、この双子コーデっていうものを見てる人が多いかもしれないわけですね。つまり、検索してるかどうかはわからないけど、さっきお話したように、ハッシュタグとして双子コーデっていうのをつけて投稿してる人が多いかもしれないんですね。で、2番目がペアルックで、3番目がオソロコーデっていう結果になりました。ただ、これは結構拮抗していて、オソロコーデも11万回、投稿されています。双子コーデが15万なので、結構いい勝負ですね。になってるんですが、検索数で見るとダントツの差が離れてるわけですね。なので、今までで言うと、そのキーワード検索数が多いものっていうのが、インスタグラムでもね、考えてもいいかもしれなかったんですけど、投稿数が多いものがキーワード検索数が多いとは限らないっていう事実を知っとっていただければ、じゃあどういうような写真を投稿したらいいか、どういう写真にどういうハッシュタグをつけたらいいかっていうのは、検索数で測ってはいけないっていうことが一つこれでもわかるんですよね。で、例えば、実際に検索してみてもらえればわかるんですけど、その、双子コーデとかで検索したときに、双子コーデの写真を投稿している素人のね、カップル、女の子同士っていう写真も出てくるんですけど、逆に、双子コーデの写真を、例えばアパレルの人たちが投稿もできるわけですよね。だから、その、双子じゃなくって、似通った女の子たち二人が双子コーデの格好をして、投稿すると、例えば、普通であれば一人で写ったモデルさんの写真を投稿してて OK だったんだけど、それでは見てもらえない可能性がありますが、例えば双子コーデといって二人の女の子が同じ格好をしている写真にすると、その双子コーデとして可愛いってことになれば、結局、まあ変な話ですけど、欲しいと思ったら、その商品は2倍売れるってことになるわけですね。双子なんで。同じ服なんで。なので、普通の商品を売ろうと思った場合も、双子コーデというハッシュタグをつけて投稿すると、一つの、例えば今僕 T シャツ着てますけど、この T シャツを売りたいなと思った場合に、T シャツっていうハッシュタグをつけたんでは、T シャツ1枚しか売れないんですけど、双子コーデっていうハッシュタグをつけて、例えば、ペアとか、もしくは同性同士とかで、この同じね、T シャツを着て写真を撮って、それが可愛い、欲しいってなれば、2枚売れるわけですよ。セットで売れるわけですね。だから、こういうキーワードっていうのも、考えて投稿すると面白いかなってこともわかるんですね。で、実際にですね、このハッシュタグっていうものは、検索数が多いものではないっていうことに気づいて、そして、なおかつ、検索していないんだけど、誰かがたまたま投稿したものに対して興味を持った人が、ハッシュタグを押すと、写真がずらんと出ると。ずらんと出たとこから、また気になるものがあったら押して拡大する。で、拡大してよかったらプロフィール写真を見る。プロフィール写真を見たら、そこに商品の説明が、お店の説明があって、通販サイトとかお店のページのリンクが貼ってあると。それがよかったらクリックしていくという流れがあるということ。ぜひですね、押さえていただきたいなと思います。実はですね、インスタグラムの、ビジネス活用について、Facebook で新しいグループを立ち上げました。これは、今回 Facebook のグループに関して言えば、インスタグラムのコンサルタントとか、なんかコンサルティングをやってる方は、今回受け付けていないんですけど、本当にインスタグラムで、ビジネスをやっていて、私がですね、インスタグラムのアカウントを見て、可能性を感じたビジネスの方、まあ、業界によってインスタグラム合う合わないがあるので、その方、もしくは私のセミナーに参加してくださった方、弊社にお金を払ってくださっている方などに絞って、今回はインスタグラムのですね、Facebook グループで、アドバイスなんかしていきたいと思ってますので、興味ある方はですね、この動画の下のリンク、もしくは、ブログの方にリンク貼っておきますので、参加申請していただければなと思います。はい、今日はインスタグラムのハッシュタグと Google のキーワード検索について、お伝えしました。
インスパネクターでした。ありがとうございました。バイバイ。